なんだ？なんと今日はですね、ちょっと待って。よいしょ。さあ、というわけでこの夏もやってきました、マクドナルド新商品ロコモコシリーズ。なんと今日はですね、はい、7月11日、セブンイレブンの日。全く関係ない、全くマクドナルド、マクドナルド。あ、なんかブルーハワイ的な、これ新商品だよね。嘘、これ前も飲んだでしょ。色よし、匂いガリガリくん。はい、溶けたガリガリくん。うん、やっぱり。あ、違うんですよ、それ。あ、ワイルドバーベキュー味の粉がついてる。ふぅー、ロコモコシリーズー。ロコモコチーズ、ロコモコスパイシー、ロコモコ一個に抜きたいと思います。おー、わお。よし、じゃあ食べていきましょう。まずは、ロコモコですね。ロコモコって卵と、まあ、卵とハンバーグ。いただきますね。はい。お、ビールが違う。すごい。これうまいぞ。そう。この肉のおかげで、うん、マクドナルド感がなくなった。そう。ハワイのハンバーガーみたいなビーフで、まあ、卵は卵だね。なんかこれバンズになんか仕込まれてるね、きっと。さあ、というわけでロコモコ。なんかお米が欲しくなるような、そんな味かなと。さあ、チーズロコモコ。わーお、すごいね。わがまま、わがままバーリー、やんちゃバーガー。やんちゃだね。じゃあいただきますね。はい。ビーフがうめえ。卵やんちゃすぎるだろ。ね、普段からこのビール食いたいね。あ、確かに。タレもね、こっちの方が美味しいと思う。あ、パン分かった。粉チーズバンズだって。あー、あー、チーズうまいね。やっぱりこっちのロコモコよりもなんか一品合わさって、うん、よりなんかその完成形に近づいてるように思う。俺はやっぱ普通のロコモコよりはチーズの方がいいなって思うかな。まあ、チーズうめえからな。チーズうまい。さあ、スパイシースモーキーなベーコン、はい、とハラペーニョとチリペッパー入り特製ソースだって。まあ辛いのだよね。いただきますね。はい。冒険部長持ってきてほしい時の顔です。はい。おー、こちら計測不可でございます。計測不可、はい、そんなに辛かった。味が全部辛いので持ってかれちまった。結構辛い。カレーで言ったらもう辛口だよ。そうだね、辛口入門編みたいな、うん、辛っっていう感じの、あ、でもこれが癖になる、もう一回みたいな、うん、真夏のくそ暑いのにわざと辛いの食って汗を流すみたいな、うん、食べ物なんじゃないかな。これはもう二度と食べませんと。さあ、というわけでバーベキュー。お、なんかいい感じに海苔がかかってうまそうなポテトになってますね。これはロッテリア、うん、これはマックの普通の塩のあったかいやつが食べたい。さあ、というわけで京ちゃん的今回のマクドナルド新商品ロコモコシリーズ、俺がおすすめしたいのはシーズン6。ものすごい辛いのが好きな人は、今回のスパイシーロコモコは、そんなになんか、いや違うなっていうか、なんかもしんないけど、そのにわか辛いの大好き勢はうめっすーっていうレベルの辛さだと思います。ただ俺は食べれない辛さのレベルなので、皆さん気をつけてください。あと個人的にパンじゃなくてもう本末転倒だけど米で食いたい。バイ。せーの、あー全部スパイシーロコモコで買ってきたのやられた。辛いよね、結構。あー、やられた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 。あー。